今日が最後なので、私たちは私たちのやるべきことをやりに来ました。みんなが密になったりすると曲が止まってしまうので、今日は絶対にノンストップでやりたいので、みんな盛り上がっていきたいけど絶対近づかないでもらって、私たちの曲を止めないでほしいと思います。では最初の曲聴いてください。浮舟
Oh.
次の歌を歌わせていただきます。聴いてください。乙女のボイシー。
歌う曲は、ツイッター、私の6時マリカのツイッターでもクイズを出していたと思うんですけど、カレーのね、カレーに関する歌をね、歌いたいなと思っております。クイズではカレーライスの女が1位だったんですよ。カレーライスの女と、日本インド計画とカレーのチライスの3択で、みんなね、多分ソニーさんの裸エプロンが好きな人が多かったのか、ね、カレーライスの女なんですけど、まあね、何を歌うかお楽しみということで、まあ、今日前回のライブで私カレーを切らしてしまって売ることができなかったんですけど、今回の物販からまたカレーを持ってきておりますので、今日はね15個数量限定15個持ってきております。完売目指しております。でね、今まではカレー、比内地鶏カレーが少なめで、比内地鶏カレー当たったらおめでとう、まぶたカレー、あ、豚やろうって感じたんですけど、今日はね、ちょっと得点を増やしまして、1等が比内地鶏カレープラス私からのお手紙。なんかみんな、おぉまあ、お手紙がね、いらねえなって人は福神漬けでもいいです。やった、お前こんなの、お前覚えたかな、かはい、それで2等が桃豚カレーと宿題チェキ、3等が桃豚カレーのみということで、まあ、リニューアルオープンしておりますので、ぜひこの後の物販遊びに来てほしいなと思います。喋りすぎます、すみません、ちょっと衣装見せ飲ませてください。
とうございます。急なたっぷりのお願いはちょっと難しかったですかね。すいませんでした。ありがとうございます。あ、こういうカレーの曲をね歌っていきたいと思います。これからもこれからは皆さんと一緒にライスたっぷりって言っていきたいなと思いますので、皆さんどうかたっぷりという練習をお願いいたします。それでは皆さんお待ちかねてるかわからないんですけど、オークションのコーナーです。やったー、やったー。これね、別に皆さん逆オークションということで、皆さん逆オークション知ってますか？教えてください。教えてください。逆オークションっていうのは、普通のオークションはね、値段を上げてって、まあ、ゼロから始めて100円200円で、その、なんていうか、分かるだろ、分かるよな、分かると思うんだけど、逆オークションというのは、まず一番高い値段からこう始めてて下げてって、あ、この値段だったら買ってもいいかなっていう人を探すというコーナーです。ですので気軽に参加してください。まず一発目の商品はこちらです。で、1個目風呂敷、これ実際に私がこれライブで使ってるの見たことある人手を挙げてください。あ、そんなにいない。そんなになかったね。この風呂敷は前私がライブ出た時にワイカというか来た時に写真コーナーだったんですけど、アイドルストレイブちゃんの衣装を盗んだ時に、それを包んだ風呂敷になります。これずっと私の部屋にあったので、私の部屋の焼肉の部屋とかついてると思います。やったー、これは洗ってきませんでした。で、今ひげちゃんをね出ます。じゃあまずこれからいきます。行きますよ。欲しいなって人は、声出せない人はもうピンとまっすぐ手を挙げてください。で、行きます。100万円そうですよね。5000円、1000円、500円、110円。はい、110円、100円でいいな、100円でいいな。100円、他で欲しい人50円、ないようだな。100円でいるか。君、名前は石だろうな。面白張り切ってたもんな、石。100円もらうぜ、もらうぞ、ありがとうな、石。張り切ってたもんな、一人だけ、ありがとうな。ありがとうございます。次の、すみません、商品ですね。音楽が止まってしまいました。また時間をお詰まりか、また再来ということで、すいません。はい、トムコムクボです。これね、昨日ね、ツイッターで、あるオタクが、これ僕も被ったんだよねって言って、手を挙げたんですよ。やってくれたなと思って、なんですけど、でもね、まあ、その、ね、私の大好きな、もう、愛しいオタクちゃんも、オタクさんのファンの方もね、被ったんですけど、その後、一応私、その、人から、ね、人への選択をしました。ちゃんと選択をして、私も今かぶってました。なので私のことが好きな人はまあ欲しいんじゃないかなって思います。はい、5000円、4000円、3000円、2000円。2000円、はい、まあ、2000円やめとけ。1000円にしような、1000円にしよう、1000円でいいか。2000円はかけちゃいけないよこれに。ありがとうございます。はい、ちょっと行きましょうね。はい、最後は、マリカというか、手取りの、いわゆるね、6月から9月までやってきた写真コンテストの企画書。私もうふざけてるわけじゃないんです。ただふざけてるわけじゃないんです、私も。ね、この声出さない時期、そのね、激しく騒がないで、なんとか楽しんでいただけないかと思いまして、考えてた企画書なんですけど、これ欲しい人いるかな。
じゃあ、ね、3000円くらいでしょうかな。はい、3000円、2000円、はい、あ、待って、これ2000円でさ、2000円でさ、私がさ、これ売りつけたのするじゃん。みんな私のこと嫌いになる嫌いになるよね、多分。え、でもね、私ね、これね、このね、あの、2000円でいいのかい。いや、もっともっと3000円いけない、やめとけ2000円にしましょう、2000円にしましょう。はい、ありがとう、一心一心さ、ありがとうございますが、2000円しっかりと受け取りました。ですね、この今私3100円を手に入れたわけですが、私のポケットマネーにはせずに、皆さんこれまでのキープソフルディスタンスフェスティバル楽しんできましたよね。あれライブランディング募金ってやってまして、そこに後でちゃんと募金箱に入れておきますので、はい、よいしょ。で、こういったくらいにまた今年もやりたいなと思っております。皆さん死なないでよろしくお願いします。あって募金箱に入れる動画を撮ってあげたいと思います。皆さんありがとうございました。それでは残り2曲、オリジナル曲ですね、最後歌わせていただきます。プラリネットファンタジーラブ。
改めてアイザイムとバトエコです。レイブです。皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は愛刀数くすいまりかちゃん、レイブのスリーマン、もう見ることはできないから、みんな今日最後まで楽しんでてください。それじゃあ次の曲、抜け殻色。
私とジレード初めてのオリジナル曲月と太陽でした。でこの曲はやっぱ初めての曲ってこともあるけど、初めて MV を2人で作り上げた曲だからすごい思い入れがあります。で次の曲が Twitter とかでも告知してたんだけど、ベイブ3曲目のオリジナルソングです。この曲は作曲 DJKOO さん、編曲さんまさん、で歌詞がキワトエコが書きました。やっぱ初めての挑戦だったからすごい頑張ってたから、みんな歌詞にも注目して聴いてくれたらなと思います。それでは聴いてください。自分ティディ
ここで一つ重大発表があります。私たちデビュー当時から実況する60度さんのカバーをメインとしてやってきたんだけど、今回その実況する60度さんに曲を提供しているねじ式さんに曲を作ってもらえることになりました。ありがとうございます。この曲は2月14日に私たちワンマンライブがあるので、そこでお披露目したいと思います。よかったら遊びに来てください。すごい、なんか前から知ってたねじ式さんに曲作ってもらえるなんて今でも全然実感湧かないんだけど、やっぱなんかこうやってここでステージで踊れてるのも歌えてるのもねじ式さんに曲作ってもらえてるのも、もちろんここに来て応援してくれてるみんなのおかげだし、アイトースだったりクスイマリカちゃんだったり、2月14日にはハート&ブレードっていうバンドとね一緒にカバーバンドをするんだけど、もうみんなにもうこれ以上ないくらいすごい助けられてるから、すごいみんなの気持ちにも応えたいし、私たちの熱意もみんなに伝えたいから、その気持ち全部次の曲に込めて歌いたいと思います。弾いてください。同期士のパズル。
盛り上がる準備はできてますか？
見れない感じの、ね、そうだね、雰囲気とかも見れると思うから、うん、練習から激楽しかったからね、超楽しかったなので楽しみにしていてください。はい、じゃあ最初のチームに出てきてもらいましょうか。あ、待って、あ、いいか、ここで1曲目を紹介しちゃっていいか。はい、じゃあ早速紹介をしていきます。1曲目はアイトースのチアアップを、レイブのエミとクスイマリが2人でお送りしてもらいます。ね、アイトースのタオルフリフリ曲ですが、2人ともめちゃくちゃ頑張って練習してたので、みんなもタオルあるよね、タオルあるよね、あるよね、あるよね、なくても腕があるよね何か振っていこう、布でも腕でも振っていこうみんなでフリフリして楽しんでいってください。ではエコとマリカに出てきてもらいましょう。エミだな。あ、私だ、エコ、あ、エミね、ごめんね、
している人いっぱいいたんじゃないでしょうか。はい、普段は見られない2人のキュートな姿が見られると思います。しっかりしっかりしっかり目に焼き付けてください。では聴いてください、プラリネ。
はい、次の曲いきます。次の曲はレイムの月と太陽をアイトースからヘメコとレトラでお送りいたします。アイトースコンビですが、この時間だけは私たちがレイム拳をみんなでぶち上げながらぶち上がっていきましょう。聞いてください、月と太陽。
した。バイバーイ。はい、ヘメコとエコによるムーンライト伝説でした。次の曲は楠井まりかのファンタジーラブをレイブからエコとアイトースからレトラでお送りいたします。エコのレアな可愛い可愛い姿がね見れますから皆さん楽しみですよね。はい、まあ、ファンタジーラブみんなで踊れる曲なのでぜひ真似しながら聴いてください。We'll be right back.
い、いよいよ最後の曲となります。最後の曲はレイブで、レイブの鳥かごをクスイマリカとアイトオスのトムナでお送りいたします。2人の抜群の歌唱力とマッチ感が半端ない感じになっておりますので、こうご期待でございます。鳥かごだけに大鳥です。最後まで盛り上がっていきましょう。翼を広げてどこまでも行けるから、世界は君を照らす。
はい、ここまでシャッフル企画楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。普段見られないね、レアなもの見れて、私たちもやれて楽しかった、ね、すごく楽しかった、うん、はい、あ、楽しかったですはい、最後はですね、ビギレコ全員でいつものいつものあの曲をやってこの曲をね、歌うのはきっと最後になってしまうかな、最後かな、6人で歌うのはそういうことだね。そどうしてもなんかめっちゃ言っちゃうからねはい、この曲、まあ何回かね、みんなで歌ったこともあるんだけど、きっと最後になりますね。みんなマイクは大丈夫かな。はい、大丈夫ですか？はい、では聴いてください、夏恋花火。Love.
る。やべえやばいやつだ。これだ、これだ。Thank you.